ドビさんっていうことでございます。ヒョウモントカゲモドキとディアブロブランコの1年、6ヶ月目身体測定やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。ちょっとねちょうど見やすい位置にセッティングするのはとても難しかったのでここになってますはい、よしじゃあ行きましょう。ちょっとね身体測定する前に1個言いたいのは、クリスタルステージとかアクリルケージ長いこと使ってるとやっぱねこの上の蓋これめちゃめちゃ反るようになりました。パネルヒーター使ってるだけなんですけどね、やっぱりまあ徐々に、力かかったり熱かかったり光だったりなんだりで、蝕まれていってるなということを感じてございます。さてじゃあ行こうか。おいで、めっちゃ怒ってきそう。おおすごいすごい、めっちゃ暴れる。ごめん。はい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 。はい、降りて。どう ?67.1。やっぱちょっと重たくなってますよね。いや、それはね、なんとなくそんな気がしてた。ちょっとね、こうやって見るとさ、わかります?胴体太くなりましたよね。なんか、でかくなったなって思ってて、やっぱ体重に出てくるもんですね、それね。なるほどなるほど。じゃあいつもみたいにちょっと大きいところに入れて撮影したいと思いますんで、そこまで飛びましょう。はい、それではね、大きいところに移して喋っていきたいなと思います。というか、まあ、大きさ見ていただくってところが一番ね、あれな気がします。おいで。どうですか?やっぱちょっと胴体、あ、でもこうやって伸びるとそうでもないのかな。このね、体重を測ってたプラスチックのやつに入れてる限りは、めちゃくちゃ大きくなったなって思ったんですけどね。意外とこうやって伸びて動かすとそうでもない。いい加減なもんですね。いい加減なもんだなと自分でも思いますが、はい。でもまあ、順調にちょっとずつまだ大きくなってますね。デブってるわけではないと思いたいですが、見ていかがでしょう、皆さん。多分そんなデブではないと思っております。餌食いはもう相変わらずで、正直ね、全然手はかかってないんですよ。困ってることもないし、非常に元気満々っていう感じですかね。相変わらず多分目があんまり見えてないってこともあって、やっぱ掴む時がめちゃくちゃ嫌がるんですよね。すごい怖がっちゃうんで、もうできるだけハンドリングとか、そういうのはしない。もう本当に必要最低限、しかやらないという感じです。だからこういう身体測定とか、ケージ自体を掃除するみたいな、そういう時以外はもう何もしないようにしてます。うん。それがお互いのためだろうなっていうのが私の認識です。本人は分かってるか分かりませんけどね。まあ結構、ヒョウモントカゲモドキって本気で噛まれるとめちゃくちゃ痛いですし、血出たりするんで、触るのに慣れてくれてる方がいいのはいいんですよ。もちろんそれがベストはベストなんですけどね。うん。ちょっと、まださすがにね、私に向かって噛みついてくるってことは一応ないんで、大丈夫なんだと思ってますが、いつそうなるかわからないので、やっぱ掃除とかの時に定期的にね、ちょっと触り慣れてもらうっていうことは意識したいなというふうに個人的には思ってます。まあでも、抗議の声をめっちゃ上げますけどね。ぐるぐるぐず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 みたいな。すごい怒った声を上げますけど。今なんかはまあちょっとね、軽く触るのは慣れたもんで。まあこういう機会に少しだけ、触られることに慣れてもらうという感じですね。大体手がね、もう見えてる状態とかだと大丈夫なんですけどね。やっぱこう、掃除とかの時は、こういう広いとこやとね、大きくこう手持っていけたりしますけれども、掃除とかの時はなかなか見えない死角から行くことも多くなっちゃうんで、まあ、やっぱびっくりされちゃいますよね。ほい。こうやって乗せれば全然大丈夫なんですよ。おとなしいもんです。まああんまりね、ちょっともうここまで成長してるとですね、日々の生活に変わり映えはないんですけど、こうやって元気にしてますよっていうのがね、お見せできると。いいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、あとディアブロっていう色自体が大人になって、まあ、真っ白なね、グレードの高い個体はもちろん真っ白なんですけれども、まあ、そんなにグレード高くない個体だとこれぐらい色は出てきたりなんていうのも、一つ参考にはなるんじゃないかなと思います。はい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 。はい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 。正直ね、ほとんどの時間シェルターにいます。私が電気つけて、こうやって観察できる時間帯っていうのはほとんどシェルターにいて、全身こうやって見るってことはこういう掃除の機会以外ありません。もう根本的にやっぱ光が苦手な、カラーだっていうことで、この辺は仕方ないんだと割り切っておりますが、ややね、やや過去のヒョウモントカゲモドキたちに比べると寂しい気持ちもあったりします。はい。この辺はまあ前に黄色っぽい色を飼ってるからこそ思うことっていう感じかもしれませんね。怒ってますね。めちゃめちゃ抗議されてます。はい。あんまり怒らせないようにしましょう。
さて、まあそんなに変化がないということで短いんですけれども、短時間で終わっていきたいなと思います。まあこれぐらい大きくなってますよってことで、日々重さの更新とね、まあなんか特筆することがあれば喋りたいなと思いますが、残念ながらちょっとそういうことはないというところで、ちょっとずつこう大きさの差を見ていただければ幸いです。可愛いよね、やっぱりヒョモンとカケモドキ可愛いなっていうのは、触るたんびに見るたんびに思います。それは大いに思います。はい、ということでございまして、今回見ていただいてありがとうございました。こんな感じですね、大きさ分かりやすいですね。はい、またよかったら別の動画等でお会いいたしましょう。ちょっと顔見せるか最後に、おいでおいで、どう全然向かへん、全然向かへん、全然向かへん、あ、ちょっと見えた。横からのあの大迫力アングルにすればよかったか。最後ちょっと映して終わりたい。めっちゃ怒ってます。ごめんねごめんね。はい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 、ごめんなさいごめんなさい。怒ってる声も取れたということで、ではまた別の動画でお会いしましょう。またね。